ビベケスコフテルートは、ノルウェー、エストフォールケガアシム出身のクロスカントリースキー選手。2歳の時にスキーを始めた。2001年ノルディックスキー世界選手権では、パシュート36位、個人スプリント16位。2002年のソルトレークシティオリンピック15、平方キロメートル8位、パシュート28位、個人スプリント21位、30キロメートル8位。 2003年のルディックスキー世界選手権では10、平方キロメートル2位、パシュート13位、リレーでは銀メダルを獲得した。2005年のルディックスキー世界選手権においては、リレーで金メダルを獲得、パシュートは15位、スプリントは予選敗退となった。2006年トリノオリンピックには出場できなかったが2007年世界選手権で、リレー同、メダル。 スプリント33位、パシュート13位、10平方キロメートル1位、30キロメートル17位の成績を残した。2大会ぶりに出場したバンクーバーオリンピックでは10平方キロメートル2位、パシュート途中棄権、リレーで自身初の金メダルを獲得した。自国のオルウェイでの開催となった2011年、ノルディックスキー世界選手権ではリレーで金メダルを 獲得 30km では6位、入賞 10km9 位となった。2018年7月28日、アーレンダール近郊でジェットスキーの運転をしていたビベケは事故を起こしたのか連絡が途絶え、翌29日に付近の小島にて破壊された機体と共に遺体が発見された。38歳ボーツ、ありがとうございます。